はい、ズーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。よしりきしずでございます。はい、ということで今週も始まってまいりました。皆さんご一緒にガチバトルということでございましてですね、今週も張り切ってバトルしていきたいと思います。はい、では、早速いつものお二人をご紹介したいと思います。アラウンド40のお二人でございます。どうぞ。くつろいでいらっしゃいまして、もう食べれないちょっと欲張りすぎましたね。おあ、もうハーフはいいよ。いや、早っ。俺にはベビーメタルがいるからもうバッチリハマってるじゃん。もうマギーなんてね、あんな。なるほど。どうせベッキーと同じだろまあでも重いんだよ、重いんだよ。わかんないですよ。かなりサバサバしてるかもしれないですよ。どうでもいいよね。ほう、ベビーがいるからだからなんだっけ、ベビーユイとかいうの、ユイっていうの、ユイメタルだとか、ユイメタルがいるんだろう。スーメタルだとか、スーメタルと、あとモアメタル、モアメタルね。ほんと3人ともやりてーってそう近い。何がやりたいかっていうとね、まあステージ前に一発だよ、はあ、もう上がって終わって興奮して汗だくのところで、うん、後ろからちょっと怖いみたいな。なるほど。向こうもテンション上がってるからさ、うん、自分からパンツ脱ぎながら近づいてくるぐらいの勢いでね、うん、メタラだったらそれぐらいやってもらいたい。なるほど、なるほどな、うん、まあこれ本編でも話すと思うよ当面ベビーでいくよ。なるほど。監督結構あれですもんね、ハマると一途ですもんね、うん、ハマるとね、それまではすごい否定的で、うん、でも秋っぽいやね。まあね多分来週あったらなんだっけそれって言ってるね、うん、食いすぎた確かに。もう先週のね、はい、ね、はい、ウェアハウスさん、はい、撮影が終わって、はい、ほんで、まあ、次やろうかっていう前に、はい、こうみんなで撮ってたよね、うん、はい、食事してからにしようかって言ってさ、はい、食べ放題だから俺は番組用で撮りすぎて、すっごいもう撮りすぎて、このテーブルにずわー置くとこないぐらい撮ったね。いっぱい並べましたからね。それは俺ら完食だからね。そう残しちゃいけないと思ってね、撮ったものはやっぱ食わないと思った、食った、うん、あれ、わたあめ誰か食べましたっけ。わたあめどこ行った。いや、食べましたよ。ほんと、いただかれたね、食べましたよ。ぶわーっと食ったんだ。全部は食べなかったけどね、さすがに3人前、うん、あんなの無理に決まってるでしょあ、さっきなんかモクモクモクそうでしょ。俺がこの口でヨシとベビーメタルについて語ってる時に、なんかテレビ見ながらなんかモクモクやられてたからそうそうそう、あれ、わたあめですよ。なるほど何の音もしないんだけど、なんかテレビ見ながら食ってんなっていうのは分かったんですよ。あ、その時わたあめよ、当たり前じゃないですか。あ、そうですね。はい、非常にね、はい、フードも美味しゅうございまして、いやねー、ね、レアハウスさんね、もう、うん、別に歌わなくても、うん、もう十分ですね。ここでもうくつろいじゃってるもん。もうね、まったりしちゃうな。食べながら飲みながらまったりするだけでも全然いいんじゃないですか。居心地は非常にいいと思います。変な喫茶店でね、はい、なんかさ、うん、あれなんかよっぽどいいですよ。漫画もありますからね。もう気分良くなったら歌っちゃえばいいし、そうそうそうですな、ね、ベビーメタルもずっとかかるしさ、はい、うん、もう BGM でかけてることできますからね。もう、うん、そうですね、いいです、うん、よろしいと思います。いいとこですな、はい、これチェーン店なんですかね。あのね、岩槻にもあったと思うんですよ。あ、そうなんですね。ほう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 。ここまで大きかったかなここめちゃめちゃでかいですもんね。そうそうそう、うん、で、まあ、なんかこうまったりするのも飽きたねと思ったら下のゲーセン行けばいいんですもんね。そうですね、まあ、ダースもビリヤードも、ね、ありますし、バーチャルゴルフもありますしね、うん、ね、いいところでございますよ、はい、うん、ただまったりしすぎて何もやる気起きないですね。そうですな、うん、まあベビーメタル聞くかい見るかいCD 買うでしょ。さ、さんざん見たでしょ。 CD 買うでしょ。 CD、うん、まあ CD、 もしくはダイヤモンドローブをするでしょ。あのね、それ俺がやったら、うん、殺してくれって。なるほど、うん、もうその時はタガカンタじゃないから、うん、もう、うん、ステーキを見て、うんうん、で、うん、肉を見て、うん、かわいそうとは思わないだろう、うん、まあもうその時は俺はもう肉なんだよ
なるほど。香川神田ではない。そうか、もう違うんだって。噛まれたら君らもベビーメタルって言い始めるよ。なるほど。悪いけどベビーメタルです。俺ずっと車の中でいかにベビーメタルが素晴らしいかっていうのを、うん、延々君たちに洗脳するよ。なるほど。まあそれだけね、ハマってらっしゃるということで、やりたいんだよ、あの3人と。そっちでしょ、結局は。それでしょ。当たり前じゃない、音楽なんてあんなの、お前、全部、なんかのパクリじゃん。まあ、まあ、曲を聴いて、我が家もね、さっき初めて聴いたんですよ、うん、全部聴いて、全部あれじゃんと思いましたからね、だから、これは本編でゆっくりやるよ。まあ、そうです。ただ、バトルの人たちに言えるのは、俺はあの3人とやりたいだけなんだ。だそうですよ、皆さん。ちゃん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 よいのん。悔しいなぁ、俺ね、ね、一言目、悔しいって言ってましたね。悔しいって言ってましたね。なんで思い出かもらなかったんだろう。まあその辺はね、やっぱりあれじゃないですか、プロデューサーであったりだとか、うん、作曲家であったりだとか、うん、その辺のあれなんじゃないですか、サインなんじゃないですか。そうなんです、まあ、だから思い浮かばなかったのが、ね、タンタンタタタタタタタンタタ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 そうなんですよ、音楽こういうところが恐ろしいんでございます。怖いね。怖いんでございます。いやあの真ん中の子がねパンツ脱ぎながら走ってきたらどうしようかなと思って。ライブ終わった後に汗だくでシャワー浴びなくていいのか。いいんです。バッてこう開いてくださいなわけないです。何を言ってんの。さっきから、ね、はっきり言いますよ、はい、性の対象でしか見てないです。なるほど。いくつからあるんだよ、どうでもいいんだよ。まあ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 、でももう良いお年頃じゃないですか、ね、あ、もう二十歳過ぎてるんですか。あれ、どうなんだろう。え、未成年。わからないですよ、まだわからないですね。まあでも、どうなんだろうね。もう未成年でもいいよ、別に。まあ言われようかもあれだって 4度歌思いつかなかったんだ。そういうところで凌辱していく。そんな悔しいんですね。そういうところで凌辱していくしかないじゃん。まあ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  ねよっぽど悔しかったんだよね。わかりますよ、何がまあな。いやいや、わからないな、この悔しさ。いやいやいや、わかりますよ。なんか特に歌詞がないんですよね、この子たちね。そうだね、うん、だから採算が取れないんでしょ。そうでもしないと監督の中で。そう、ね、そう、もう凌辱するしかないんです。なるほどね。やつらを、はいはいはい、負けたから。いや、負けたからって、私たちこれからじゃないですか。4の歌だけじゃないよ、うん、なんだよ、B A B Y ですとか言って、なんで思いつかなかったんだろうね。その辺がね、その辺が悔しいです。でも昔からなんか Z とか P とか、うん、そういうようななんか、はい、イメージの曲は欲しいって俺言ってたじゃん。そうですね、はいはい、言ってましたね。それはラストに持っていけるし、うんうん、ね、オープニングでもいけるし、うん、そのね、そういうのが1曲あれば、まあそうですね、うん、一元さんも入りやすいから。そうですね、それを作ってんだよ。まあまあまあ、でもね、取っかかりとしてはね、あれはね、導入にはいいですからね。まあね、ああいう曲をまあ多分持ってくるでしょうよ、ね、そうだよね、うん。でもまあ、ヘビメタも王道っちゃ王道です。王道だよね。そうですね、分かってんだよ。あれは日本人が好きなラインですね。そうだよね、分かってるよ。キャラーンとかいるなんてさ、そうあんなの絶対ね、こう、日本人やな。確かに、確かに、そうだよね。よくツボを心得てらっしゃるなと思いましたね。そうだろう、はい、もうこれは王道ですから。ね、そうしないと採算が取れない。よしきは怒るべきだと思う。何を刑事と対談してるんですか。え、やつは何が
だから自分も嬉しいんじゃない？あ、なるほどね。よしきだってあれだよ、やっぱり俺の影響があるからさ、はいはいはい、ってか言ってんじゃないの？あ、そうなんですかね。いや、もうそれは思ってるでしょうね。思ってるでしょう、うんうんうん、ねえ、まあ、それはもう間違いないと思う。だから金なくなるんだよ、よしきそんなこと言ってるから、まあ、なんかあの結構あれですよ、同じ名前なんで若干グサッとくる。いや、もう怒るべきだよあんなのメタルじゃねえよとか言う俺が本当のお前メタル聞かしてやるよくれないなほら、鎌野先生とか怒るんだろ、ね、あんなメタルじゃねえとか言ってよしき自身もあの別にメタルやりたいわけないですからね、あの人もね。あ、そうなの。もともとだからクラシックですから。ヘビメタって言うと怒るんでしょ。ヘビ、 あれは、それはあの年代の界隈全員怒りますね。あ、そうですか。ヘビ、俺たちはヘビメタなんて、安っぽいもやってねえと。ヘビーメタルをやってるって。ああ、そうですか。で、一番最近っていうかここ20年ぐらいで売れたヘビーメタルバンドはベイビーメタル。はあ、カットあるね。あんな小娘に負けてどうすんだよ。そう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 、ヘビーメタルの皆さん略者だけなんですけどね、ヘビーメタル。いや、そうだね、一緒なんですけどね。いや、一緒でしょ。でもこだわるんでしょ。こだわりますね、それは。そこはこだわります。ヘビーメタル、だから鎌野先生あたりこだわるんでしょ。こだわらないです。ヘビーメタルでさ、鎌野先生って言ったら俺スリーパーで落とされるんでしょ。年代行くと若干あの柔軟性はあるかもしれない。ああ、そう、まあ、あのその前、あの前ですね、その前の世代ですね。あ、じゃあ俺らの世代。そうですね。ああ、なるほどね。だからアースシェイカー、ラウドネス、はい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 、確かにすごいですよ、ラウドネス、はい、俺だって聞いてましたし、はいはいはい、嫌いじゃないですよ、うん、でもね、あなたたちね、うん、ほんまにね、うん、その学生の頃からって言ったから、うん、もう二十何年ですよ、ね、まあそうですね。一番売れたアルバムがベビーメタルはまずいと思う確かにね、はいはい、しょうがないんですよ。んそのヘビーメタルっていうジャンル自体が日本人にあんまり溶け込まないじゃん、ジャンルで。まあそうですか。あ、そうなの、はい、ジャンルは俺溶け込まないけど、うん、俺メロディーラインは結構日本人向けだと思う。あの メロディーラインはそうですよ。だからどっちかって言ったら演歌歌謡曲に近いですから。そうでしょ。ただゴリゴリのサウンドっていうのが、うん、混ざるとあんまりあれなんですよ、馴染まないんです。あとはね、ヘビーメタル、ヘビーメタルの悲しいところは、うん、デスボイスっていうのが、うん、ああります、主流になっちゃったじゃないですか、どっか、うん、あれがやっぱり不幸だと思う。なるほど、あー、なるほどね。ブーって言われても、はいはい、あーって言うしかないじゃないですかそうですな。そうでしょ。だからあの時にラウドネスあたりが戦わなきゃいけなかったんですよ。はいはいはい、旗をね、こう突き立ててあげて、はいはい、ね、全国のヘビーメタルの諸君、うん、立て、はい、って言ってついてこいって言って、うん、やればよかったのに、その旗持ってんの小娘なのね、うまいとこ隙間を縫ってきたんですね、うん、彼女たちは。それは新原さんについてくるあの3人についてきますそうだろそうですね。いや、てんちゃんてんちゃん、ここは音楽家同士として話をしようよ、はいはいはい、新原さんが俺んとこ来いやって、はいはい、ミラーって歌ってます、はいはい、トロリロロロロロロロって言って3人がこうやってます、はい、太ももピャーン出して、はいはい、うん、どっち行くよ。我が輩は新原さん行きます。嘘だっていや、我が輩ごめんてんちゃん俺は向こう行くよ後頭張りとか歌われても、うん、そうですかすいませんって言ってだからそこなんですよ、はい、で要するに、うん、ベビーメタルについて言ってるのは、はい、往年のアイドルファン、うんうん、もしくはオタクと呼ばれる方たち、うんうん、違うんだよ。それもそうなんだけども、結局はロックに対して余裕な人たちが見てるんです。あこの人本当に音楽の時はいいこと、いいことすごいいいこと言うそうなんですよ。俺、お、どういうことだろうと思う、うんうん、でも普段なんでこんなシャープなこと意見を投げてこないんですかね。いや、あなた名言ですよ。そうそう、ロックに対して本当にこう余裕な人たちも知りすぎて、うん、もう他に聞くものがないから、なんか面白いことやってんじゃんって見てみるんです。で、良ければ、お、いいねって言うんですよ。で、例えば、この前対バンした、はい、ジャック・バトラーのベースの人なんてもうすっごいですよ、うん、だけどもう俺なんかライブこんなね、ライブやってる場合じゃねえの、ベビーメタルのライブ行かなきゃいけねえんだよって言ってたじゃないですか、MC。
そうだっけ、言ってました言ってました、あ言ってました、ベビーメタルだっけ、はい、あれはんベビーメタル、ベビーメタルでした、今日横浜アリーナやってんだもん、こんなライブなんかやりたくねえんだよって、もうそんぐらい、ああいう人たちはもう究極にやってるわけじゃないですか、でもそれに対して余裕な人たちはああいうものに行くんです、ああそうですか、はい、俺別に余裕がありませんけどねだからあなたの場合はもう本当にあの3人を見てるわけで、その真ん中を見てるわけでしょ、いやもうこの子の横もありかなって真ん中をこうメインでやりたいからいやだからそっちじゃないですか、こっちにこう見られながらみたいな、よくこの AV でありますね、 こっち目線なるほどいや本当だよ、うん、悪いけど、そのまあまあだからまあこういう意見もあるんじゃないかっていう、なるほどなるほど、まあ一つってことですな、であとも監督みたいに、だから要は全体的だから、あと女の子は見て、でその後に音楽を聴いて、こいつら畜生悔しいなと、うん、そこからハマっていく人ですよ、タイプと、でもね、はい、一個だけ、いやあの全く全面的に俺勉強になったけど、はい、あの本当にヘビメタの人らは、うん、反省した方がいいと思うんだよ、はいはい、あのなんだろうな、絶対言うはずにね、真似てるとかさ、うん、俺なんか見てて、ね、これくれないじゃんとか言ってた、うんうん、まあそうです、俺ですら言うわけじゃん、これメタリカのワンじゃんアーフリプロントのそういうのはあるわけじゃん、はいはいはい、うん、やっぱりね、考えてるっていうのはあるのよ、聞いてて、隙間をカーッと入っていくっていうね、うん、だから俺はラウドネスの新曲より、うん、やっぱこっちの新曲の方が気になるなるほど、うん、おう新原さんにはついていかないよ行くでーとか言いながらSDI もう歌えないんかな、あの速度いやそうですねあそれを考えるとねそうでしょ悲しいなSDI だって半音下がってるまあまあまあそうですねあでも元戻ったのかな確か、うん、まああの人もいつもやっぱあの一時すっごいこんなんなっちゃった時は引きに行って、ね、あれ、うんちょっと具合が悪い時ありましたね、うん、誰この人みたいないや、新原さんでもね、あの普段は全くオーラ消してますからね、あの人、うん、普通のおっちゃん普通のおっちゃんですよ、あの、でもね、大ファンなんですよ、僕、うん、最高でしょ、うん、お、俺昔、世界の新原って10年前、吉祥寺の新原今、そこら辺の新原って言われてそんなことないですそんなことないですよそんなことないですよ新原さん、そんなことないですよあなたは俺らの永遠のやっぱり世界の新原世界の新原ですか、はい、そうでございます、でもこれ聞いてる人もわかんないですよ、新原って誰か、ね、まあそうですな今ね新原伸びる、うん、すごいんですか、うん、あの一回ご本人にお会いしたことあるんですよ、うん、ラウドネス、うん、あのラウドネストリビュートという時参加しましたんで、うん、打ち合わせを兼ねてつってスタジオおいでって言われてマネージャーに、うん、まあ樋口さんすごかったですよ、もう横にいるだけでいつ殺されてもおかしくないぐらいのオーラがありましたよ高崎さん、あれね、ドレッドヘアウィッグなんですよ、あ、そうなの、はい、ウィッグで、あの普段は短髪なんですよ、あ、そうなんだ、はい、へえ。だけど、やっぱり高崎明っていうオーラがある、でもあのドレッドヘア見るだけに、なんであんたヘビメタルなのにドレッドなのっていうふうにはずっと思ってたよ、 あの時はちょうどコーンとか、あの辺が、うん、ああなるほど違うじゃん高崎はもういいじゃんオリジナルで誰かの真似なんかすんじゃねえよっていやなんか面白そうやなっつってあやめたんですやっぱ高崎だけやっていったらさ、うん、俺らの誇りじゃない、うん、そうですな、ね、いやちょうどねいろいろこうギタリストっていうのはもう考えるらしいんですよ、うん、例えばその音楽のジャンルでブあるじゃないですか流れ ブームとかの流れがあって一時期ソロのいらないロックがすごく流行ったじゃないですか、うん、ああはいはいはい、はい、あれで相当多分悩まれたと思うんですよね、あのメタリカすら悩んだそうなんで、ね、あそうなんそれであのもうギターソロを弾くギターいらねえんじゃねえかってカーク・ハメットっていうそのメインのギターをクビにしそうになったじゃないなんでだよいいなっていうねそうそうそうだけどもだからまあそういうところでちょっと迷ったりしたんじゃないですか髪型の、ね、ライトハンドうん、ライドハンド見に行くんだからねみんなね、うん、そう高崎明といえばそうだよあの唯一だよ、はい、あどこメガデスに誘われてんのですかね確かメガデスその辺だったと思うメガデスメガデスかああそうなんですか、ね、メタリカあメタリカじゃなかったはずですメガデスだよね、まあ、メガデスでしょうねメガデスにずっと来いって言われてるんでしょ
これみんなどれだけすごいことだと分かる？まあ、うん、見とこない人はほとんどかもしれないですけど、野球で例えたらニューヨークヤンキースの、うん、ね、ヒトラーが、うん、お前頼むから来てくれよ、うん、頼むからだからね。そうそうそう、いや本当に高崎さんは世界のタッカーですから、ね、そうでしょ、レアル・マドリーサッカーで言うと、はい、あれでしょ、うん、バルセロナの、はい、まあそうですか、メッシとネイマールが来てくれよ、うん、お前来たら勝てんだからさって言ってるでしょ、それぐらいの人なのに、なんでそうなんでオンエアイーステそう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 ですね。で、まあ、話戻りますけど、ベースのあの方もね、ちょっと名前忘れましたけど、うん、やっぱオーラがあったわけですよ、うん、ラウドネスだなと思って、はいはい、で、もうさね、スタジオ戻っていくときに、後ろからなんか、お月みたいな人がパーって行ってたんですよ、うん、やっぱロディも一緒に入るんだなと思ったら、そのマネージャーの人が、あれ、三原さんだよって言って、平野を連れてラウドネス聞きに行ったんですよ、はいはいはい、はいはい、渋谷にね。うん、ほんで、最後その、はい、ビースの、うん、本当に俺も名前忘れたわ、はい、うん、ビースト、うん、ビーストバンドをパーって客席投げたんですよ、はい、平野が取ったんですよ、はい、みんなうわー来るじゃない、はい、平野が取ったんですよ、はい、ほんで、パーッと、はい、つけて、はい、誰ですかね、あれあれ、有名な人でもね、あの人がね、一番お茶目なんですよ。いや、だと思うね。ほんで、みんな、うわーとか言ってるわけ。ほんで、フィギスマン投げるじゃん。はい、ほんで、みんな、わーとか言ってて、ほんで、リストバンド投げてくれたわけ。ほんで、ヒロがスポンと取ったわけ。また、いや、違う、違う、その時ね。ほんで、みんな、わーって寄ってる中に、なぜかヒロの前に来たのよ。それをポンと取って、みんな、うわー、うわーとか言うから、なんかあいつ、ヒーって笑いながら声つけたんだけど、もうその一言。うん、高さん有名な人なんですか。てか平野さんはラウドネス自体ご存知らないでしょ。知らないでしょ。それはしょうがないです。どんだけすごいかもわからない。なるほどね。しょうがないです。だって何聞いてもわかんねえっつんの。うん、それは樋口さんが投げたスティックを取っても、うん、高崎さんが投げたピックを取っても、うん、誰ですかねって言うと思う。全然ない。だからクレイジードクターとか、はい、ミラー聞いても全然わかんないもん。はあみたいな。ソルジャーオフォーチュン聞いたって。なるほど。SDI で最後はね、エース、ドルドルドル、ディー、ドルドルドル、アーイ、ジャーンじゃない。やらないもん。俺らはやるからね。やりますよ。ドルドルドル、エース。はい。アーイ。やりますね。やらなかったもん。いやだからそういう人がこう当たるんですよね。結構持ってるもんだ。欲しいと思っちゃうとね。不愉快だね。ということでね、また日本のねヘビーメタル界も、うん、負けじと盛り上がっていただきたいということで。うん、だから、ね、俺がもしヘビーメタルやってたら、うん、うん、やっぱりすごい危機感っていうか、うん、まあ持った方がいいと思います。うん、やっぱ売れるんだっていう、うん、要素があった。はい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 、はい、じゃあそれまで売れなかったっていうことは、はい、何かが足んなかったんだよ。うん、だからみんなそれを言うわけ。うん、そのこれはアイドルだから。はいはいはい。女の子3人でやってるから売れたんだって言うんですよ、はいはい、俺違うと思うんだよ、はい、うん、だからさっきも言ったように X のメロディーライン、はい、例えばそのいろいろあるじゃない、はい、ラスティーネイルとか、はいはい、いろいろそのなんていうのかよくこれみたいな、はい、ねそういうようなメロディーだからマーティがものすごい X 褒めたのは、はい、この音でバラードやっていいんだって言ったっていうね、それが X の多分貢献だと思うんですよ、ね、うん、でも誰もヘビメタの人らは X の売れてる X の曲を同じようにしなかったってことなんですよ、空いてたんですよ、はいはい、でもっと言ってさっき言ってたそのワンもう空いてたんだよ、あれをやればよかったんだよ、やればよかったんだよ。ほんでお前あれじゃねえかよ、メガディスじゃねえかよとかね、ね、アイアンメイデンじゃねえかよとか言われてもいいから、うん、とにかく売れっていう、まあそういうことでしょうね。そんな感じだったと思うんだよね。うん、そうですね、うん。やるから俺。なるほど。ベビーメタル。え？うん。全般でベビーメタルパクってやるから。なるほど。
はい、俺もう今ものすごい焼き付きだから、もうダラ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 ってやるよ。やるか。手は狐ですからね。じゃあね。だから俺はこれじゃなくて、どうしたんですか。なんすか。おすぎ爪でいい。なるほど。角つけてみる。なるほど。なるほど。おしっぽ。なるほど。なるほどね。シャララ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 ラってやるから俺。なるほど。まあいいんじゃないですか。でもそれ新しいですよ。何ですか。もうね、40過ぎて、でもうすぐ50のおじさんがそれやるんですよ。逆ですよ。逆だから、逆にね。逆にそれをやるんですよ。なるほど。あそこがやる。逆からそれを売りに、やっぱり。それでそれをやるんですよ。なるほど。どういうふうにやるんでしたっけ。ダラダラダラ。そう。全然バンキングになってない。そうだ、あの頃バンキングなんかやったことないでしょ。まあ。多分どういうものかも、多分その程度なんですけど、こうやりなさいっていうぐらいでしょ。ヘドバンは結構ガンガンやってますよ。あ、そうですか。あ、そうなの。ヘビメタは、うん、でもあの頃ヘビメタ聞いてんの。まあ、どうなんですかね。もともと好きだったとはどうも思えない。絶対思えないよね。そうですね。多分俺アイアンメイデン来たってあいつらスルーすると思うよ。今度来ますね。ね、確かに、ね、うん、メイデンとかさ、来ても、あ、外国のおじさまなんだ、うん、だから、あの、何、あの、あれ、ラウドパーク、うん、ラウドパーク、はい、とかやって、すっごい人がいっぱい来るじゃん、うん、ね、はい、ね、ノートとかいろいろ来るじゃん、うん、はい、あの中でもあいつら全然ビビんないんだろう ね、 そうですね。だって普通の外人のおっさんだもん。もっと言っちゃえば髪の毛の長い、うん、汚そうなおっさんだもん。いやいや、周りの取り巻きの大人たちが、うん、恐縮してるビビってるんだけど、でも、あのベビーメタルはスリップノットとコラボしてるんです。お前何やってんだよスリップノット。まあしょうがないですよ。だってね、キスがモモクロとコラボする時代だから。あれはダサかったな、ね、あれはダサかった、うん、モモクロキス、あれでも、え、キスは嫌がったんでしょ。あ、そうなんですか。うん、確か。あ、なんかあの可愛い子たちだねって言わされてたっていうの話聞きました。うん、でもう一つは、やっぱりやめるっていう一歩手前まで言ってた。あ、そうなんだ。って聞いたよ、どっかから。なるほど。まあノリノリは人種問題だけだったでしょうね。あれは金になりゃいいんだ。だから、うん、なんでここでこうこの子と、うん、こう見つめ合ってるシーンを撮られてるのかっていうのは分かんない。なるほどね。うん、そうです。何者なんだこの子は。うん、まあそりゃそうですよ。だって世界のキスですか。言うてみれば、まあスリップノートとキスだったらね、うん、まあちょっと知名度の数だったら、まあ、キスが若干、うん、上かなって言うけど、うん、まあ、スリップノートとかはダメだろ、ベビーメタル。いやいや、それもイベントで言ったら多分あれですね、さっき言ったあの何でしたっけ、さっき言ったイベント、ラウドパーク、うん、で多分一緒になったのか、まあ、確かそういうイベントだったんです。ああ、そう。俺、アイアンメイデンなら分かるんだよ。はいはい。あの人ら、あの、始まってみないと本人らも分かんないじゃん。今日の敵が、始まってみないと、そうですね。分かんない人たち。うん。俺、アイアンメイデンとベビーメタル、ベビーメタルはやってもいいと思う。でも、メガデスと、メガデスともう一つ。メタリカは許さないよ。まあね、それはもうベビーメタル売ってる方の人間がやっぱそれは必死なんだと思うんですよ。あ、やっぱり、なるほど、ね、いろんなところとね、あのコラボしてね、箔つけていかないとっていうところがあると思うんで。なるほど、うん、なるほど、なるほど。それはもう取れるとかどんどん取ってくんだと思うんですよ。なるほどね、確かに、ね、でもあやめでだけだと思うよ。一緒にやってまだバランスいや、でもマーティーがいるからな、日本には。そうあれ絶対ベビーメタル褒めてるだろ。あれは褒めるでしょ、ね、かなり褒めてるでしょ。マーティーいっちゃうもん。それも間違いですね。行くよね、あいつ。褒めそうなすね。マーティー頼むからさ。もうそこまで持ち上げなくていいよ、マーティー。日本の音楽、うん、なあ、恥ずかしくなってくんだよ。バカにされてんのって思っちゃうわけ。だんだんバカにされてるんじゃないか、もしかしてって言って。最初は嬉しかったじゃん。ねえ、まあ、ね、マーティーがね、日本の音楽すっごい褒めてくれてさ、はいはい、んで日本に永住してくれたよ、はい、ねえ、そうですね、おまけになんかパフュームやってくれたりとかさ、うん、そうですね、それだけでももうごちそうさまだよ、八代亜紀とやったり、はい、そうですね、西川さゆりとやったりさ、ね、で向こうでも結構
受けたんでしょ、うん、そうですね、うん、でもね、マーティン、もういいよもういいって散々お金もらったでしょ、うん、もうこっから先はもう嫌味だって嫌味だ、もう帰っていいってメガネスだっけ、メガネスです、ねえ、メガネス、もう帰っていいよマーティン、もういい、ありがとうでもうメガネスも帰れないんじゃないですか、もいや何回かやっぱり帰ってきてほしいって要請はあったみたいな、なるほどなるほど、でマーティが嫌だって言って帰らない、なるほど、はいはいはい、うん、まあ、やっぱり何回もあのメガデスはね、うん、あのギタリスト、うん、もうお金じゃないんでしょうな、うん、やっぱり、ね、まあ居心地がいいでしょうね、うん、多分マーティにとって、うん、そうですな、うん、どこかそれはうちらが日本に住んでるから、だって一番売れてる人たちがウルトラソウルハイだよマーティマーティねえそれはだからですよ、だから食いっぷちいくらでもあるでしょ、マーティマーティだったら、あ、まあね、いやでももういっぱいお金は持ってるでしょ、そうそうそう、うん、持ってると思いますよ、ねえ、うん、10億単位で持ってるでしょまあそれぐらいはもしかしたらね、あるかもしれない、ね、だからもう帰っていいよマーティ、ね、頼むか、でもベビーメタル見に来てマーティンが飛び入りでなんか来てさ3曲4曲もうてかバックバンドでツアー回りますって言ったらさ別にあの3人いなくたっていいもんなマーティン見に来ゃいいんですかね、そうマーティン見に来ゃいいんだもん、そうですねあなたなんてそうでしょ、はい、好きなバンドの、はい、誰かいるんでしょメンバーで、あの何て曲一曲あの作曲を楽曲提供しますね、あ、そうなんですか、はい、あでもマーティーあるかもしれないですよ、だって新日本プロレス見に行ったらたまにマーティー出るじゃないですか、あ、そう、棚橋のエアギターの後ろで弾いてるじゃないですか、あ、そうなの、うん、あ、誰かマーティー、あ、そうなんだ、マーティー何やってんだ、あ、弾いてたね、うん、あ、弾いてました、弾いてました、あのさ、もう俺らのガキの頃から聴いてるじゃない、はいはい、マーティーがどんだけすごいか、またサッカーで例えるね、ネイマールが J3 でサッカーやってると思っていいよはい、はい、J1、J2 じゃないもん、はい、J3 そうですね、もうあの、かまたまーれなんとかとか言うてるところでマーティーパスしてんだもんそうですね、マーティもういいってバルセロナ帰れよって言ってそうですね、そんな感じですからね、そんな感じでしょ、はい、ということでちょっと熱くなってしまいましたけど、そうですね、音楽の話するとこんなんだね、そうですね、はい、ということでね、はい、まあ今年はね、Z&ファンドでいろいろやってきますので、そうなんですよ、よろしくお願いします、はい、すっごい忙しくなってんだよ、はい、うん、気づいたらだからまあ年何回かライブ、まあ、コンスタントにやろうとは思ってましたけど、うん、まあ、下手したら本当休みなしなんで、本当ですね、そうですね、で場所がね、うん、どっかの聞いたこともないような、うん、なんとかワインシティとかそんなんじゃないからね、まあ結構有名どころというか、ね、がからオファーが、はい、あれなんで、うん、本当にライブハウスの方たちも、うん、はい、本当にネタないんだろうね、そうですね、うん、はい、行きますよ俺らはどこでもどんどん行きますんで、はい、ただし1番目にしてください、うん、一番楽ですからね、はい、パッとやってパッとやって一番楽ではい、温めますから、はい、温めますから、この会場はもう、うん、バンバン温めてきます、そう、温めるから2番3番の人らはもう楽にやれるようになるんで、はい、うん、そうですね、いきますんで、はい、お待ちしております、よろしくお願いします、はい、ということで、お、もう30分も話してますんで、あ、そうですか、はい、じゃああっという間に決めちゃいましょうか、バトルやっていきましょう、てんちゃん行きなさいよ、え、何がですか、いやいやいや、違うでしょいやいや、今日いいコメントしたからもうてんちゃんだなんでですか、もう、逆に一番いいでしょ、逆じゃないか、いや、一番いいコメントしたから、うん、勝ちですよ、だから勝ちだから生き抜けでしょ、いやいやいや、やっぱりそこはね、やっぱね、あの有用の花を持たせる、花を持たせる、やっぱり知らないからそんなもん、俺なんか最低だよ、あの3人とやりてえって言ったの未成年でも構わんとか言ってだからあなたが行きなさいやっちゃう、違う違う、やっぱりそれは違う、それはやっぱね、あれはいい、素晴らしかったもん、素晴らしい、いや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 、今これ聞いた時になぜベビーメタルがあんなにっていうのを、うん、ほとんどの人が納得したと思う、なるほど、はいはい、いろんなやつが書くやん、そうですね、どれだけあれかとか何か言うけど、てんちゃんのが一番説得力あるほんとに、うん、だから我が輩は単純にその初めて今日ほんと見たんです、初めて、うん、で見た時にこう普通にこう楽に見えたんで、あ、きっと他の人も多分もっとそうだ、うん、ただそれだけです、なるほど、いやいや、だから優勝
おてんじゃねえ。あるでしょ、ゲームがあるんでしょ。じゃあこれ3周目にする。3周目する。いや違うんでしょ、これはねえ。全然バトルになってないじゃんか。あのコメ、いや、これはあの音楽談義バトルですよ。知らない、そんなもん。音楽談義バトルですよ、はい。いや、あのコメントはね、いや、あのコメントはね、しかもあの散々考えて考えて出したじゃないですか、うん、もう自然と出てきた、自然とね、もうそれには勝てない、あれには勝てない、あれには勝てない。もっと言っていいですか、一番キャラに似合わない番組をぶち壊した罰ですよ。何ですか、どういうことですか。いや、違うでしょ。いやいや、あなたは天然で、今あなたがぶち壊してるんですか。違う、あなたは天然でね、みんながもうてんちゃんかわいいとかね、面白いとか、またバカやってバカ言ってとかね、なんとかいろいろ急にキリッとする。それはもうキャラ崩壊してるし、番組ぶっ潰れだからね。さっきの発言だって分かっちゃう、普通に言っただけだから。いや、だからキャラが壊れてるでしょ。壊れてないってよ。いや、普通にやったってことだもんね。それがこのバラエティに出てる時のマッチョテングマンとミュージシャンマッチョテングマンのギャップですよ。ギャップだよ、関係あるか、そんなもん。でもこれ回った時はやっぱりマッチョテングマンでいないのな。いや、それとは別だって。逆だよね、だから、うわー、俺はあの3人でやりたいって言うよ。そういうつもりで、そういうつもりで言ったわけじゃないから。いや、あの3人見た時にね、うん、俺が例えばね、はい、あ、てんちゃんやっぱあのね、聞き飽きたとか、何でも聞いてる人がやってると思うんだよとかいうのは、うん、バランスは取れてる、うん、そうですね、はい、ね、分析屋ですもんね。分析屋だから、バランスは取れてますよ、はいはい、ね、本編のトークとかでもそういうのやるからさ、ね、あなたが、いや、でも監督、あの3人言っては、自分やりたいキングよって言ったら、バカ何言ってんだよ、さあバトルやるかってなるんですよ。あんなにシャープに返されたらね、俺言うしかないじゃん、そう思ってなくても。思ってませんよ、あの3人とやりたいと思ってないですよ。言うしかない、バランス取れないもん、番組は。お笑い番組なんだからさ、今日はマジトークしてどうするんですか。持ってって、いや、トークでさ、トークで無理やりなんかそっちに持ってって。違うでしょ、マジトークされたらね、番組潰されちゃったよみたいな。それはあなた行きなさいよ、罰ゲーム。今日負けだって。いや、そうなの。ええじゃねえよ、ね、いや、そうだよね。あのね、尺的にもね、今ちょうどいいくらいなんで、うん、ちょっと待って、勝負は決まったと思っていいと思う。こっからね、バトルするとね、うん、ちょっとまたね、ちょっとね、めんどくさいことになるっていうか。待ってこういうのもあるんですね。いや、まあね、こういう変化球も変化球はどんどんそれぐらいなんかすごかった。いや、でもね、すごくね、実りのあるトークでしたよ。うん、だから、はい、試合に勝って、負けて勝負に勝ったって感じ。なるほど。いや、散々ね、いろいろね、こうだこうだ言ったのはあなたですよ。何ですか。もう今回のね、ベビーメタルに対しても、うん、僕はあの一言だけだよ、ポツッと言ったの、うん、だから、このバトルは黙ってましたけど、ベビーメタルについて語り、一番、その、なんていうのかな、みんなが納得する的を得た答えを言った人間が一人勝ちです。今だから言いますけど。嘘つけ。いや、うん、ちゃんと先に言えよ、それだったらよ。いや、だからだっておかしい。何それ。いや、おかしいじゃないですか。気づいてくださいよ、うん、あの会話、本編でやる会話ですよ。そうもうだから本線でやるって言ってましたけど、そんなことないんでしょう。やる必要ないですよ、もう全部語っちゃったから。おめえも何はめようとしてんだよ。いや、はめてない、はめてない。そういう趣旨だったんですよ。そうなんですか。それは気づかないと、うん、それは気づかないと。ほら出てますよ、4-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 4
ちゃったんですよ。ババを引いちゃった、ババ引いちゃったんですよ、ね、だから俺も柄にもないこと言ってるんじゃないですか。3人ね、真ん中の子がステージから帰ってきたらもうパンツ脱ぎながら俺のところに来てるってそれほどで合ってる、汗ばかりそれ本当のことシャワー浴びなくていいのかって言ったら、うん、いいんですよ、ひとまずって言ってホテってるのさ、お願いしますって言ってよっしゃ、マジでこう後ろから触ったらもう汗だくですよ、もうマジですか。もう上脱がしてもうその汗のもうこうそんなのをそんなのをね、俺が言うわけないじゃないですか。こういうカメラが回ってるところに。そう。一応僕はあれですよ、ゼットン&パンドンでも、はい、このガチでも、女の子人気ナンバーワンですよ。はい、ね、ガチーズでスマップに例えると俺はキムタクですよ。はい、
嵐でいうところの誰かですまあまあ二のあたりじゃないですか。あ、二宮君、二の松潤あたり。あ、なるほどね。ねえ、それはそんなこと言うと思います？これは勝負かかってたからですよ。負けるわけにはいかない廃墟だっけ今日廃墟は何でしたっけね。まあお楽しみということで。いやしょうがないよ。じゃあてんちゃん、ね、俺もよしも 俺がまず思いついたのがいけなかったこのままてんちゃんにしちゃえってでこいつもスッと乗ってきたから、うん、もうこれはもう民主主義っていうかね、うん、多数決で、ね、多数決ですよね。今日のバトルはベビーメタルについて語る、うん、そして一番的を得た人間が一人勝ちこういうバトルもあるよと。そうです。あなたがいけないんですよ。まあバトルは回った瞬間からもう戦いが始まってるんですよ。まあ、なるほど。まあもちろん存じてるんですよ。どっから仕掛けられるか分かんないんだ。隙がありすぎて。まあそうですね。そうですね。そう。みんな分かってから、これがガチだ。そりゃそうですよ。俺ら二人がベビーメタルについて、ベビーメタルについて語ってる時に、ブーこう画面見ながらこうやってワタメ食ってるから。その時にいろいろ研究してたんですよね自分の中でね、ミュージシャンだからなんでこいつらが真面目だからこうやって綿あめペロペロ舐めながら、なんでこいつらがあれなのかな、なるほどこういうことかって考えたんでしょうね。それがいけなかったんですよそれがいけなかったんですよなるほどいいですかお客さん、これいいんじゃないですか、うん、こういう切り口もね、もういい新鮮でよろしいじゃないでしょう。いいも何もないでしょう。いや、ある意味ドッキリだもん、これね、そうですね、ね、うん、いつもなんか勝負してたら飽きられちゃう。まあ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 、だからこういう風に俺らは、なるほどね、よしと実はここ、君がドリンクバーでコーラっとつきますとかって言ってる隙に、はいはいはい、もうあのままバトルにしちゃおうかなんかいいこと言ったり急にね、うん、怒って、うん、あんなのあれですよとか言ったら、うん、もうその瞬間にはいディスった負けって言おうと思ってた実際なんかそう言おうかなと思ったところはあった、うんうん、でもすごくいいコメントしちゃったんで、ね、あれおかしいぞって言ってこのままじゃ俺が負けかっていうということです。はい、分かりました。今回は、ちょっと趣向を変えまして、はい、朝までベビーメタル、うん、その討論で一番みんなを納得させた男が一人勝ちと、はい、いうバトルでした。はい、ということで、今回一人勝ちしていただくのはマッシュテクマ。話聞いてただけだからいいか。うわあ、これ橋本環奈だろ。そうですよ。うわ、すっげえやりてえこんなこと言ってる男から普通行くだろあの感じじゃないだろ橋本環奈じゃないよやりてえじゃねえよ惜しかった。そこでまたなんかいいこと言ったら、うん、もしかするとあれだったかもしれない、ね、泣きの一回だったかもしれないけど、ね、もう自由自在じゃんか。いや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 い一人勝ちは、はい、マジでいこうぜ。はい、じゃあ締めてください。こっち行ったってしょうがないでしょ。ここから先は無料でございます。はい、後半もお待ちしてます。